皆さんこんにちは。このチャンネルはエプソンがプロジェクターに関するさまざまな情報を発信していきます。会議やプレゼンで使うプロジェクターは使い勝手が良いものを選びたいですよね。とはいえ、使い勝手と一言で言ってもさまざまな要素があります。そこで今回はプロジェクターの使い勝手にはどんな要素があるのかについて解説します。会議やプレゼンを行う際、その部屋にプロジェクターが常設されているケースより社内で持ち運ぶケースの方が多いのではないでしょうか。持ち運んで使うときに重要なのが、まずはプロジェクターのサイズと重さ。片手で持ち運べる、あるいはノートパソコンとまとめて持ち運べる程度のものでないと厳しいですよね。もう一つ、持ち運ぶ場合に重要なのが台形歪み機能の使い勝手です。縦横の自動補正機能を備えている製品は、プロジェクターを壁に対して斜めに置いた場合でも画面を自動的に四角く補正してくれるのでとても楽です。完全自動とまでいかなくても、縦方向は自動、横方向は本体のスライドバーを操作するだけで補正できる機種もあり、素早く補正できます。会議が連続する場合やプレゼン前の緊張する時間帯にプロジェクターの設置に時間をかけずに済むのは嬉しいですよね。複数の参加者が交代で資料を写して話すような場面では、パソコンやタブレットをワイヤレスで接続できる製品であれば、いちいちプロジェクターの近くに移動したりケーブルをつなぎ替える必要がないので会議の進行が止まりません。持ち運ぶ時の使い勝手と同じくらい重要なのが明るさです。会議やプレゼンは日中の会議室など明るい環境で行うことが多いため、明るい環境でも画面が鮮明に見えるかどうかは非常に重要なポイントです。プロジェクターの明るさはルーメンという単位で表されますが、ここでは投射するサイズごとのルーメンの目安をご紹介します。スクリーンサイズが60から80型であれば3200ルーメン以上、80から100型であれば3600ルーメン以上、100型以上であれば4200ルーメン以上を目安に選ぶと良いでしょう。また 3LCD 方式の製品はカラーが明るく、グラフの色やコーポレートカラーなどが正しく表現されますので、コミュニケーションがスムーズに進むと思います。次に重要となるのが解像度です。解像度が高いほど画面が精細になり、表や細かい文字が見やすくなります。予算の許す範囲でできるだけ解像度が高い機種を選ぶことをおすすめします。解像度が高い方から WXGA、フル HD、WXGA、XGA の順になりますが、最近のパソコンはフル HD 以上が主流です。お使いのパソコンの解像度以上のものを選ぶことをおすすめします。会議やプレゼンでは文字や表、グラフなどを写す機会が多いと思います。そんな時に細かい文字が潰れたり表がはっきり読めないという事態を避けるため、解像度が高い製品を選ぶことが重要です。パソコンの画面が高解像度でもプロジェクターの解像度が下回っていれば投射画面が見にくくなってしまうため注意が必要です。最後にエプソンのスタッフが選ぶ会議やプレゼンにおすすめの人気プロジェクターをご紹介します。はじめにスタンダードモデルです。主に明るさを軸に複数のラインアップがありますので、利用する部屋の広さ、投射する画面のサイズに応じてお選びください。ご覧の機種は左の方が軽量コンパクトで右の方が明るくなりますので、持ち運ぶことが多い場合は左寄りの製品、大きめの部屋で使う場合は右寄りの製品がおすすめです。ワイヤレスはほとんどの機種が対応していますが、標準対応している機種とオプションの機種がありますのでご注意ください。台形補正の簡単さは自動縦横補正、スライド式横台形補正の順になります。次にモバイルモデルです。なんといっても軽量コンパクトで持ち運びやすいモデルです。持ち運ぶ際の使い勝手を考慮していますので、台形補正機能が充実しており、ワイヤレスも標準対応しています。なお
ご予算に応じてお選びいただけるよう、便利な台形補正機能を省き、ワイヤレスをオプションとした安価なモデルもご用意しています。最後に超短焦点デスクトップモデルです。名前の通り短い距離で大画面を映すことができるモデルです。プロジェクターを壁の近くに置かざるを得ない場合でも大画面を映すことができるのがポイントです。スライド式横台形補正、ワイヤレスなども標準で対応しています。今回はビジネスで使うプロジェクターの使い勝手について解説しました。持ち運ぶ時の使い勝手や画面の見やすさなど、使い勝手の良い製品を選ぶことで快適に会議やプレゼンを行うことができます。ぜひ製品選びの参考にしてみてください。